皆さんこんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ今回はですね、10月最後かな、ピアニスタの新ガチャが出たということで早速回していきたいと思います。で、日曜日に終了するガチャがあるじゃないですか。あれ用にちょっと撮っておきたい、1回くらい撮っておきたいので、2回回して、ログボでもらえた金付けが1枚あるので、合計 3回かな、回していきたいなと思います。今回のアイテム一覧はこんな感じです。ですね、フック SR どっちかちょっと狙いたいな。目が結構、 R の目がね、すっごいアルビノアルケっていう、左右オッドアイというか、左右対称というか、左右違う瞳をしているのがすごく綺麗だなと思うのと、服もやっぱり欲しいですよね。髪の毛も欲しいんですけど、リップがちょっとどうなんですかね。黄色のリップって他のガチャを合わせても合うのかどうかっていうのがちょっと気になるところではあるんですけれども、とりあえず服、目、そう、金地系1回と2回なんで、最低でも服、目が出れば目欲しいかな。なんか別の目だとちょっと違和感がありすぎる感じになっちゃうのかな。服、目、髪、髪の毛はショートの方がいいのかな。ショートノーマルなんで、狙えたら狙いたいなと思うんですけど、あと帽子欲しいですね。撮影アイテムはやっぱり背景が欲しいなと思ってるのと、あと花ですかね。撮影アイテムのお花が結構フレームっぽい感じで使えるんじゃないかなと思ってます。なので最低でも2個欲しいなと思ってます。あと最近、前の動画でも言ったかもしれないんですけど、無人アートにハマってるので、結構お花をたくさん使う時があるので、ちょっと使いたいなと思ってます。では、10月最後の運試しということで金地系からまず、引きたいと思います。金地系どうだろうな。あ、トランク、錬金術師のトランク、どうやって使ったらいいんだろう。こういうのってやっぱり無人アートとかでかな。じゃあ1回目回します。前の動画でもそうなんですけど、ガチャ運がねないんですよ。おー、服、あ、よかったー。服がちょっと本当に出なかったんで、前も、あー、よかったー。服がとりあえず、お、黄昏の金メイクかな？黄昏で合ってます？読み方。あ、リやばい、出ちゃった。こういう時ね、噂をするとね、出るんですよ。いやー、お、あ、花、回収です。でももう一個欲しいな。もう一個。できれば交換でも。イニシエの錬金術。なんかこれもやっぱり無人アートかなあ。髪の毛、よかった。こっちも髪の毛の方が私は好みでした。いや、でも結構バランスがいいので、リップ、服、髪、あと目目はまあ毎回その R と SR なんで、ちょっと、ハードルが高いような気もするんですけど、もう一回、ラストですね、一応。さあ、どうなんでしょう。おー、あ、
これはいいです。個人的には大当たりみたいな。あ、髪の毛、髪の毛もう一種類出ちゃいましたね。髪の毛か、結構なんかすごい髪の毛あ、R で止まった。わー、なんだ、なんて呼ぶんだろう。黄色の輝きなんとかって書いてた。必要アイテムか。あー、交換難しそう。あれ、帽子も出てないですね。 R で毎回止まっちゃう。あ、背景、あ、そっか、背景出てなかったR で止まっちゃうんですよね。おー、最後の最後で目が出ましたね。やったー、アバターとか作れそうですね。さあ、ということで、2回 ?3 回回したので、この後交換と、あとアートグラフも、作っていきたいなと思います。